早速始めてまいります。本日はお忙しい中、有効な人材戦略策定のためのオンラインセミナーにご参加くださいまして、誠にありがとうございます。企業を取り巻く環境が急速に変化する中、昨今の少子高齢化や人口減少を背景とした慢性的な人手不足は、皆様ご承知の通り、今後ますます深刻になってまいります。企業が持続的に成長するためには、労働生産性を向上させる人材の獲得が不可欠となりますが、取り組むにあたり、何らかの課題や今後の不安などを感じ、本日はお集まりいただいていることと思います。本セミナーでは、有効な人材戦略の策定、人材の確保、人材育成、そして魅力的な職場づくりについて、2日に分け、計4名の講師陣が解説するもので、本日がその2日目となります。前回開催の内容を踏まえましてお聞きいただけますと、より理解が深まると思います。本日は最後までどうぞよろしくお願いいたします。それでは初めに、主催者の東北経済産業局産業人材政策室、成田室長補佐よりご挨拶をいただきます。それではよろしくお願いいたします。はい、東北経済産業局産業人材政策室の成田と申します。よろしくお願いいたします。では私の方からですね、今回の事業について簡単にご紹介をさせていただきたいと思います。ですね、今回の人材確保と総合支援事業という名前で行っておりますけれども、カメラが。東北地域ではですね、少子高齢化、人口流出に伴う人手不足が深刻化しております。このような中で、地域の中小企業の皆様が、その経営改善や事業拡大を図っていくには、自社が抱える課題の解決を見据えた人材の確保や、そのノウハウを向上させることが必要でありまして、経営戦略と人材戦略、これをですね、一体的に検討して実行することが大事になります。この手助けとなるものとして、中小企業庁が人材活用ガイドラインというのを作成いたしました。このガイドラインは中小企業の人材活用力の向上のため、標準的な手順を踏みながら、経営課題の背景にある本質的な課題を明らかにして、人材戦略を検討していくというものになります。8月28日に開催された1回目のセミナーに続いてですね、本日のセミナーでは、この人材活用ガイドラインに沿った人材戦略策定の考え方をご紹介していきたいと思っております。また、この授業の中では、本日のセミナーのほか、人材戦略を明確にしていくための専門家による伴走支援、それから多様な人材とのマッチング、こういったものもですね、予定をしております。企業の皆様の人材戦略の策定、人材確保のお役に立てればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ちょっとあと2点ほどですね、情報提供させていただきたいと思います。1点目が、高度外国人材活躍地域コンソーシアム事業というものですが、人材不足の中で優秀な人材を確保していくために、外国人材にも目を向けていきましょうというような事業になっております。日本の大学には多くの留学生が来ていますが、日本で就職したいけれども就職できない留学生が一定数いらっしゃいます。この留学生を地域の企業で採用していただき、活躍していただくため、受け入れる地域企業側の課題も解決しながら就職促進を図るという取り組みになっております。東北地域の産学官が一緒になって取り組み始めたところですので、人材を確保する手段の一つとしてご紹介をさせていただきます。もう一つがメルマガの会員募集です。私ども東北経済産業局では、人材確保育成に関する情報をメルマガで配信しております。経済産業省だけでなく、他の機関の情報も含め配信をしておりますので、ぜひご登録いただいてですね、いろいろな情報を収集にご活用いただければというふうに思っております。以上、事業の概要とですね、関連する情報のご紹介をさせていただきました。本日はよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。はい、それでは早速講演に移ってまいります。前半の講師は株式会社パソナ東北創成執行役員林と、もみじ株式会社取締役藤原智さんです。まずは林から前回のセミナーの振り返りと副業人材の採用、有効な活用について説明を行い、その後藤原さんより企業での実際の導入事例をお話しいただきます。それではよろしくお願いいたします。はい、今こちらの声聞こえてますでしょうか。大丈夫ですかね。じゃあ進めてまいります。まず私、林の方からですね、自己紹介、前回の振り返り、なぜ今副業が必要なのか、で最後、地域企業から見た副業の魅力ということで、少し、具体的な事例の前に概論的なところですね、ご案内できればと思ってございます。まず私、パソナ東北創成の林と申しまして、今、岩手県におりまして、副業に関してでいうと、2020年から、新規事業として岩手県の事業者と、あとは、首都圏中心としたビジネスパーソンの、副業のマッチング事業の立ち上げを行いました。で、非常に、後ほどお話しするんですが、いい方が採用できるんじゃないかということで、弊社でも、副業でですね、弊社に人材を呼び入れたりですとか、あとは、2022年からですね、私自身もですね、副業で東京の広告代理店で働いてございます。こういったマッチングをしている事業者としてもそうですし、会社として副業人材を活用した側、あとは私が副業人材として副業している側、いろんな面でですね、少しお話しできればなと思ってございます。はい。で、前回ですね、少し振り返りと副業のところになりますが、パソナジョブハブの加藤さんよりですね、お話しいただいたところで、優先度が今、経営課題の中で、人材の確保と育成が非常に、優先度が高いという話がございました。もともとは、財務とか資金繰りとか、売上みたいなところがずっと高かったのが、今は人材のことが非常に高くなっていると。で、特に人材の、確保の人材としては、中核的な人材、管理職ですとか、専門性の高い人材が特に地域企業では不足しているというような話もございました。じゃあ、こういった中核人材、業務人材を採用していく上で、どういったことが必要になっているのかという話で申し上げますと、しっかりと経営課題と人材課題を踏まえた上で、人材の戦略を作って、それを実行するというようなステップをしっかりと踏むことが大切なんじゃないかということが、前回28日ですね、8月28日のセミナーでお話しだったところでございます。で、具体的に人材の戦略というのがどういった構造かという話で申し上げますと、こちらの資料28日もお話をしてたと思うんですが、経営の戦略と人材の戦略を一緒に考えていく、経営がこれがしたいと思っても、それを実現するための人材が確保できないとなかなか戦略を実行することが難しいということで、一緒に考えていくことが大事だという話と、その戦略の中で、主にやはりこの採用に目が行きがち、人が足りない、人がいないから採用を力を入れるということをしがちなんですが、それと一緒にですね、今いる人材をどう育成していくのか、また今いる人材の働く環境をどう変えていくのかというところを広く見て検討していくということが大切という話をしてございました。で、本日はですね、そこの中で特に中核人材の採用と、育成、あとは業務人材の育成に関わる副業兼業のところを主に扱えればなというふうに思っております。で、地域での副業に関してですが、イメージとしては東京とか、首都圏で、
大企業とかで働いている、まあ、スキルを持った人材が地域企業で、まあ、土日に働くとか、あとは、夜間の時間を使って働くというところをイメージいただければなというふうに思ってございます。はい。じゃあ、なぜ今、これほど、まあ、今、副業というのが、まあ、日経とか読んでるとですね、よく見出しとか出てくると思うんですが、こちら副業が、まあ、これほどの盛り上がりを見せているのかというところを少しご案内していければと思っております。55.3% というところ、ここがですね、実は今、副業に関心のある方で、地方の副業に特に関心をしている層の、パーセントでございます。首都圏では非常に副業熱今高まってますが、そこの中でも、地方での副業の関心が高くなっているというような数字でございます。で、さらにですね、このふるさと副業というふうにマリクルスさん呼んでますが、私たち、まあ、私もそうですけど、地方出身の方が東京に行って、で、東京で働きながら地域に関わりたいというような人材は、特に地域での副業の関心度が高いというようなデータもございます。まあ、こういったところですね、ぜひ採用に生かしていくというところが求められているというところでございます。で、じゃあなぜこういった大きな層ができているかというふうに申し上げますと、まあ、近年のこの首都圏の人材側の、まあ、動きがおそらくそうさせているんだろうなというふうに思ってございます。簡単に見てまいります。まず働き方改革、これ10年前ぐらいですかね、すごく盛んにされてたと思うんですが、大企業の若手社員、まあ、管理職はちょっとなんですけど、若手社員中心に、それまでまあがむしゃらに働いていたのが、やっぱり夜9時以降は働かないでくださいとか、そういう話がありました。そこで、まあ、その余った時間をどうしようというような話が出てきたかと思ってございます。そこからまあ地方創生という形で、地方に関わることが、まあ、ある種のブームみたいな形はあったと思います。ただ一方で移住したくてもやっぱり家庭とか経済的な理由からなかなか難しかったということもございました。で、あとは100年時代ということで、定年まで一社に勤めるキャリアへの不安というのが非常に可視化されたかなと思っています。で、特にまあ首都圏とかで働いている方に関しては、今の会社すごく安定してていい会社なんだけども、100年人生があるって言われると、少しそこだけで働いてるのが不安っていうのがおそらく本音かなと思ってまして、そこの中で副業というのが一つ上がっていたというふうに思ってます。で、まあ、あと、年金2000万円問題として、まあ、早期リタイアみたいな話も最近盛り上がっていますが、そこの中で副業を しないかというような話も大きく上がってきたかなと思ってます。でさらに、これ企業側の動きですが、副業の解禁というのが、まあ、2018、19あたりから、各社で、あったかなと思ってます。労働制約さんが、まあ、一番最初にこういうふうに、まあ、プレスリリースも打ってですね、大規模にやったかと思うんですけども、まあ、それに続いてですね、IT 業界中心に日系大手でも、副業解禁をする。で、さらにそれは解禁をするということ以上に、副業をうちだったらできますよっていうふうに、プラスなものとして捉えるという動きが活性化しました。で、コロナ禍以降ですね、さらにその動きが大きくなってまして、今は副業の容認率が 6割を超えたというような話もございます。で、特にこれ若い層、まあ、20代、30代で言うと、やっぱりこのテクノロジーの変化、スマホで働けるっていうところが大きかったかなというふうに思っております。で、それでまあ、そんな中で、やっぱりコロナになって、で、テレワークが普及したというところ、私もおそらくテレワークが、私も今、在宅勤務してるんですが、テレワークがなかったらおそらく副業はなかったかなと思ってまして、テレワークで例えば、まあ、往復通勤で1時間半かかっていた時間を何に使いますかっていう話の中で、まあ、自分が、今、本業以外にですね、地域とかで、働きたいなとか、時間有意義に使いたいという個人が増加していたというようなところもあるかと思います。で、まあ、国としても副業を推進しているというところで、まあ、こういった多くの方に、まあ、地域での副業の参画というのが注目を集めているというところかなというふうに思ってございます。続きまして、地域の企業から見た、まあ、副業の魅力、まあ、メリットですよね。そういった人がいるのは分かったけども、じゃあ、地域としてそれがどんなメリットがあるのかというところを見ていきたいと思います。
たくさんメリットあるんですが、一番に挙げられるのはやっぱコストメリットだと思います。スキルを持った人材を比較的低額で活用できるというところが、活用のきっかけになることが多いです。実際、月額、3万から8万、5万ぐらいのところが多いのかなと思うんですが、そういったところで、フルタイムではないですが、人材を活用できるというのは非常に大きなメリットかなと思ってございます。で、それ以外にですね、こちら、パーソルさんが出しているデータで、副業を実際に受け入れた企業からヒアリングをしたものがございます。で、これあると本当に多岐にわたってるんですが、もちろんコストメリットというのはありますが、実は第4位なんですよね。それ以外にもたくさんの理由があると。で、今回ですね、3つに少し絞って、事例と一緒にお話しできればなと思っています。で、1、2、3と書かれてますが、こちらになります。一つ目がですね、志を共にする高度専門人材の採用が可能ということで、非常に、モチベーションが高くて、スキルもある人材の採用が可能になってくると。で、二つ目が依頼内容がフレキシブルに調整できるというところですね。それは、この時期は多くするとか、この時期少なくするとか、そういうところもありますし、あとは、3ヶ月だけ関わってください、みたいな話もできます。で、3つ目、これあまり、注目されないところではあるんですけど、社内の人材育成につながるというところがあります。やっぱりこう、非常にプロフェッショナルな、人材との、共に働くという経験が非常にいい影響を与えるんじゃないかというところでございます。少し事例をもとにお話しできればなと思ってございます。まず、志と共にする行動専門人材の採用が可能ということで、これ、私たちのですね、パソナ東北創生という会社が受け入れたというところでございます。で、これ、私たちが、地域の経営者向けの事業戦略の経営者研修をやってくれというふうに、言われたときにですね、その講師を、副業でお願いをしたというところでございます。研修の、企画から設計で運営、で、フォローまでを一緒にやっていたというところでございます。で、今回副業で関わった方が、もともと商社に勤務されていたんですが、独立して、航空会社を創業して上場をしたと。で、上場した後に、その会社を辞めて、外資系のコンサルティングファームで、日本法人のトップを増してたと。で、今は、総合商社の、人事子会社の執行役員で、いわゆる、有名な総合商社の、次世代の経営者の育成の責任者をしているという方です。地方にはなかなかいない人材ですし、東京でもかなり少ない人材なのかな、貴重な人材なのかなと思うんですが、こういった方がですね、うちの社員として地域の経営者向けの事業戦略とか、あとは経営者としての研修のを、企画と運営を行っていただいたというところでございます。こうミッションはこういうふうに立ててくださいとか、あとは事業の戦略の壁打ちだとか、あとは社員とのコミュニケーションとか、そういったところですね、実践的な内容を非常にやっていただきました。こういった人材を副業であれば採用できるというところもありますし、おそらくコストとしても、おそらくフルタイムで雇用するとなるとかなりの金額かかると思うんですけども、それよりはかなり抑えた状態で採用が可能になったというところでございます。2年弱ぐらいですね、ご一緒させていただきました。あとは、依頼内容がフレキシブルに調整できるというところでは、これ、ホタテの、卸の会社さんなんですが、その会社が、EC もやってまして、そこの、SNS の運用を、チームを作ってやったというところでございます。なかなか、東京にほとんど EC で売ってるんですけど、顧客に近い方が運用するということで、非常に、いわゆる映える写真を多く投稿できたかなと。というところで、その結果、雑誌に取り上げられたりですとか、ヒカキンさんとか、あとは、メンタリスト DAIGO さんの YouTube でも取り上げられたりですとか、非常にその、東京の感度が高い層に響く投稿ができた結果かなというふうに思ってございます。こういった形で、かなりフレキシブルに、動いていただけたというところでございます。最後ですね、社内の人材の育成につながるというところでは、こちら、釜石市内のですね、紙の箱、紙箱の会社さんの新規事業として、漬物の、
を売るというところの新規事業のを立てられるというところで、ただ今までそういったことをしたことがないと、新領域への挑戦ということで、商品開発のノウハウを持っている人を副業でお願いしたいという話がありました。でこちら募集したところ、まあ、大手飲食チェーン、そうですね、イオンとかのフードコートにも大体入っているような、まあ、本当に日系の大手の飲食チェーンの商品の開発者の方が来ていただいて、健康志向のピクルスを一緒に作っていたというところでございます。で、この時にお願いをしてたのが、次回から自分たちでも何とか開発できるようにノウハウの移転までお願いをしたいということをお願いをしてました。で、こういったところで、そこで3ヶ月ですね、しっかりこう商品開発のプロセスを、まあ、学ぶというところにつながって、今は自力で商品開発ができるところまでなりました。こういった形でですね、まあ、スキルの高い人材、モチベーションの高い人材と一緒に、こう、事業を運営することで、スキルアップにつながるといった事例もございました。はい。で、副業をやるとなったときに、どういった、まあ、ツールでやるというところで申し上げますと、もちろん、いい人がいて、直接声かければそれもいいんですが、今、副業の募集サービス、マッチングサービスも非常に充実してますので、こういったところを通していただくのが一番、まあ、やりやすいのかなというふうにも思ってございます。あと、東北でも、県庁さん、自治体さん、金融機関さん、いろんなところでですね、こういった支援も増加をしておりますので、少し、見ていただけるといいのかなと思っております。はい。すみません。ちょっと長くなりましたが、こちらで私の話は終わりになります。で、これからですね、実際に受け入れに成功して成果を出している事業者の生の声を聞いていただきたいなというふうに思っております。質問などありましたら、ぜひ Q&A のところに投稿いただければと思っております。はい。では、もみじの藤原さん、ご登壇お願いできますでしょうか。はーい。すみません。ちょっとオーバーしちゃいましたけど、はい。藤原さんの方からお話しいただければと思います。短くなったということでありがとうございます。よかった。はい。こちらですね。あ、見えてますか？大丈夫ですかね？大丈夫。ありがとうございます。画面共有、今、されてますか？溶けた。溶けてる。されてない。どうですか？ちょっと、今見えました。あ、はい、すいません。お待たせしました。はい。では、よろしくお願いします。はい。改めまして皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。リアクションがない中で進めるのがやっぱりちょっと苦手だなと思いながら、始めさせていただきたいと思います。まあ、成功しているかというのは、一旦、置いていただいて、私たちがこう何を大事に、どういう副業人材の方々と、これまでやってきたかというところをお話しさせていただきます。結構大事なのが、この1枚目の、スライドの害獣を町の財産にという、こういったですね、キャッチフレーズを掲げてやらせていただいているんですけども、やっぱりサブタイトルにも書いてありますですね、地方である、我々中小企業が躍進するために、不可欠な、専門性を持った、副業的、社会的副業人材とのパートナーシップをどう獲得してきたのかというところについてお話しさせていただきます。簡単に自己紹介をさせていただきますと、私は秋田県生まれなんですが、もう大学卒業するまでずっと宮城県の仙台市で生活してました。で、まあ大学卒業後は普通にですね、そんなにこう、時々動機はないんですけど、建築石材の輸入商社に入りまして、営業をやったりとか、東日本大震災をきっかけに、宮城県の石巻市に移住して、キッチンカーですね。キッチンカーで、起業をしました。その後、まあ、炊き出し、熊本の地震で炊き出しをやらせてもらったりしたんですけど、これついさっき気づいたんですが、
私はですね、2017年の4月に今のこの大津市に移住してきたんですけど、これそういえば副業だったなっていうことに気がつきまして、自分で伊達の屋台っていうのをやりながら、同時に副業としてその大津市の事業である大津市キッチンカープロジェクトを、やらせていただいたというところで、まあ、僕の副業は多分ここからスタートしたなというところが、はい、なんかさっき気がついたところです。その後ですね、まあ、書いてあるいろいろなことをやって、現在に至るんですが、皆さん、大槌町って、すみません、ご存知ある方があまりいらっしゃらないと思って、一応どんなところだろうっていうところを、まあ、簡単に、はい、書いてきたんですけど、岩手県のこの右側の沿岸のらへんですね。はい。沿岸の真ん中らへんが、ここが大槌町です。覚えていただけると嬉しいです。はい。そんな大槌町で、町民の方々とですね、一緒になって考えましたジビエの、ビジネスモデルがこちらになるんですけど、これ今 見られているこの十字の方向に捕獲っていうのがあるじゃないですか。この捕獲っていうところから、基本的にスタートします、事業がですね。そしてこの捕獲がされた、まあ、鹿ですよね、鹿が、うちの大槌町内にある工場に搬入されるんですけど、この捕獲から工場で製造っていうところ以外はもうですね、すべて副業の方たちの、によって成立しているビジネスモデルになります。まあ、捕獲をする地元のハンターさん、そして工場で加工をする、その地元にいる大津市にいる従業員の方々、はい、ここからですね、まあ、お肉をこう流通に乗せていく、あるいはそのお肉以外の角や皮っていうのも製品化する、はい、こういったものが流通に乗る際にこの EC サイトですとか、あるいはその飲食店さんや豚屋さんに卸売りをさせていただく、うん、こういったところをですね、副業の方々に徹底的にサポートいただき、ようやく消費者のもとにお届けできるんですけども、そこでも、じゃあ地域をこうブランディングしていこうとか、リピーターさんを作っていくための施策、そしてその方々たちが、お客様が次どんなことを、期待されているのか、あるいは潜在的にニーズがあるのかっていうところを掘り起こした結果、そこまで、ストーリーが、詰め込まれた事業だったら、私たちも行ってみたい、大槌町に。私たちも会ってみたい、その生産者に。そういったところをですね、体験型の、ツーリズムっていうのをコンテンツにしまして、でそこまでですね、ハンターさんと、あるいは生産者と近づくと、私もハンターになってみたい、自分も捕獲の従事者になりたいっていうところで、次の担い手につながっていく、これをですね、大槌ジビエサイクルと名称して、事業の方をやらせていただいております。はい、しかしですね、当時の、令和2年大槌町の、人材事情は、まあ、みんなで考えたビジネスモデルではあるんですが、これってどうやるのっていうところが、課題として挙がりました。というのも大槌町まあまあですね、田舎でして、まあ、人口は約1万人、世帯数で6000を切ってるぐらいですね、主産業は漁業になります。ただ、まあ、皆さんご存知のとおり、なんだろう、地球温暖化で、うん、漁業の方もかなり不振になってきているというところもあり、そんなにこう、新しいことができるプレイヤーがいないと。で、ジビエサイクルの課題としては、まず、さっきのですね、まあ、EC サイトを構築していこうよ。だったら、ウェブサイトの構築が必要だと。それには、ウェブのマーケティングの考え方も必要だと。じゃあ在庫管理システムとか発送のシステムってどういうふうにするの、あるいはブランディングする上で強度の高い、そのクリエイティブ周りの部分は誰がやっていくの、はい、ここでですね、考えたわけですが、まあ、やっぱ町内を探してもそんな人材はいない。それであれば外部人材、まあ、いわゆるこう副業人材と言われる人を、まあ、採用させていただいたりとか、契約させていただくっていうところでやっていけば全然いけるんじゃないという、本当に結構そこに対するハードルみたいなものは、特に感じることなく、じゃあいろんな人に相談してみようっていうところで、お声掛けをさせていただきながら、つながってきたというところでございます。はい。ただ、
やっぱりそのためにはまず自分たちがどういった問題があるのかっていうところを認識し、でそれを課題に変えていかないといけないよね。はい。まあ10個こう喋っちゃうとちょっと時間が足りなくなりそうなので、特に重要なのはこの、まあ、1番と2番がですね、まあ、今お話しさせていただいたのが、まあ、新規事業ビジネスモデルを立ち上げたい、作って立ち上げたいけど、まあ、できる人材がいない、いやどうすっかなと、うん、で、まあ、それをアイデアとして構想しているんだけど、実現可能かまずは壁打ちさせていただきたい、ここからですね、スタートしたんです。はい。それによって分かったことがですね、さっきの、ジビエサイクルなるビジネスモデルを僕はですね、いきなり最初から全部回していきたかったんですよ。でそのために一番最適なのは自社の EC サイトではなくて、もう自社で抱える EC モールポータルのですね、EC モールを作るべきであるっていうところを僕なりにこう、構想してたんですけど、最初はそこじゃないですよ藤原さんっていう話をですね、その相談相手コンサルティングの方に言われまして、まあ、本来その方は、私の、構想しているポータルサイト、いわゆるこう EC モール、自社の EC モールを作っていただければ、まあ、結構なですね契約費になったんですけど、そこを蹴って、うん、そこじゃなくてもっとスモールでミニマムで、もみじさんの最初にあったそのぐらいのものを作って、仮説を立ててからですね、そういう大きな勝負はされたらいいんじゃないですかというところで、まあある意味ですね、その方と出会ったことで、まあ今振り返るとよくそんな大きいこと言ってたなと、うん、本当に身の丈にあって、コストパフォーマンスもしっかり高いような、そういったビジネスモデルに、まあ、ビジネスモデル自体は変わらないんですけど、その中身が、そういうご助言によって気づくことができたっていうのが、はい、非常に、大きなところです。だからこれ、その当時ですね、いただいた資料そのまま使ってるんですけど、結構ですね、危険と判断したって、まあ、はっきり、おっしゃっていただいたっていうのが、うん、もう僕としては非常にありがたかったかなというところでございます。はい。で、その時に、まあ、必要なですね、まあ、いろんなこう各役割があるんですけど、まあ、例えば一番左からいきますと、ウェブ構築さっき必要だっていうふうに言ってたところですね、それなんかは、合同会社ヨボシさんという中、これはもう皆さん副業でやられている、集合体の会社みたいなところなんですけど、はい、まあ、そういったところに、それぞれ、これは東京都在住一番左上ですね、はい、この K さんっていう方なんですけど、まあ神谷さんって言うんですけど、この方を筆頭にもういろんな地域にいらっしゃる、方々をこう、まあ、アサインしていただいて、うん、それぞれの方と契約をさせていただいたというところであったりとか、今ですね、まあ、お叱りを受けたわけじゃないんですけど、本当にこう切れ味鋭いご指摘をいただいた、セカンドファクトリーさんという経営コンサルには本当に助けていただきました。その他、システム周りを構築するですとか、人事や組織づくり、あとは製造業としての経営のいろはみたいなものは、これもですね、皆さん副業の会社なんですけど、そういった会社にお願いをして、一人一人と、お話をさせていただいたりとか、うん、でさっきお伝えした通りですね、角とか革の作品作りなんかもあるんですけど、これは、千葉県在住の、愛さんにお願いしたりとか。SEO 対策、広告周りの運用については、岩手県在住の S さんにご依頼したりとか、一番下に書いてあります通り、まあ、内製化に成功したものもあれば、副業継続中のものもありますというところです。これ、内製化しないから失敗ですという意味ではないので、お間違いのないようにお願いします。でですね、まあ、具体的にじゃあ、どんな人材がいたのかというのを、簡単に、まとめてみたのがこちらになります。まあ、ケース1としては、まあ、今言ってたですね、自社の EC サイトを構築していこうよ。そのために必要な、ランディングページを制作しようよ。やっぱりですね、いないんですよ。EC サイトを、まあ、ある程度こうレベルの高いですね、EC サイトを構築できる人材は大津市長にいないんです。そこでさっきの予防士さんですね。はい。
もう副業、全員副業の方々でやられている、集合体ですけど、そのですね、N さんという方にご相談させていただきながら構築したんですけど、N さんは国内のですね、本当皆さんが知ってらっしゃるような、ネット販売専門のアパレル企業ですね、ベンチャー企業を退職された後に、なんとですね、その方はずっとカナダにいらっしゃいます。はい、ワーホリでカナダで専門学生をやってる、この方とに、自社 EC の構築や、その商品の、ランディングページなんかを作ってもらったんですけど、N さんめちゃくちゃ優秀で、もう自分でバリバリこれやりますから大丈夫ですよとかですね、はい、すごくプレイヤーとしてはものすごい優秀な、構築もそうですし、マーケターとしても、結果が、出せるような方です。一方でうちとしてはその方にずっと教えていただきたいっていうのも考えとしてはあったんですけど、これって売り上げ、まあ、僕は結構その会計周りも見るので、これこの方にずっと委託をしてもなかなかやっぱりこう合わないぞと、うん、収益出ないぞと。これその一部でも自社に、内製しないとこれなかなか難しいなっていうのはもう委託する前には気づいていたんですけど、まあ、まずは、構築が優先だったので、構築を急いでですね、そこに、弊社の担当者 K さんをつけてですね、一緒にこう進めてもらったんですが、まあ、とにかくやっぱりプレイヤーとして優秀な方ですし、その業界でずっと働かれてると、何が専門用語で何が専門用語じゃないか、正直もその方自身もそこまで多分分かってらっしゃらない、CVR という言葉が、あります。まあ、知ってる方が、もうたくさんいらっしゃると思うんですけど、CVR を上げていかないといけないよ、うん、まあ、LTV を最大化していこう。もう K さんはですねポカーンとしながら、ちょっと待ってください、いや待たない、待たれないんですね。その方はもうそれを知ってて当然っていう前提で構築をされるので、そこのフォローケアは一切なく、なかなか K さんがですね苦労していたと。しかもそこにカナダとの、時差が重なって、なかなかですねそのコミュニケーションもすごく難しかったです。これは僕も間に入ってましたけど、うん、これはもう N さんに言うより時間優先なので、要するに構築の、期限を切っていたので、まあ、自社に落とし込むより、まあ、まずは構築優先となると、N さんが指示する側、弊社の K さんはそれをしっかりとこう聞いて従う側っていう関係以上には発展せず、事業結果としては自社 EC とランディングページ本当に立派なものができました。ただ一方で担当社員にノウハウは落とし込まれることなく、その後自社で運用することが困難になったと書いてあるんですが、もちろんですね、まあ、一からしっかりまた学習し直して次の相談、させていただいた方に、教えてもらいながら、今では自社で EC サイトの方も全然運用はできています、はい。ケース2。こちらがですね、まあ、SEO 対策と、革、製品の製作と書いてあるんですが、これは非常に、うまくいった分かりやすい事例かなと。まあ、愛さんっていう、まあ、伊藤くんっていうですね、方に協力してもらいながら、進めてきたんですけど、まあ、愛さんは、IT ベンチャー企業でキュレーター業務をやっていた経験があって、と同時に、まあ、自身が、趣味でですね、革作工をやっていて、なんか個人事業で、本当副業で、なんだろう、普通販売もしてるんですね。そうそう。販売もしてるんですけど、まあ、趣味以上に別に発展させていくつもりもそんなにないよ。自分のこうペースで、やれる範囲でやっていきたいっていうぐらいの感じの方でです。その方が結構ですね、もみじの理念に深くこう共感していただいて、もう年6回ぐらいのペースで、その関東の方から、通ってもらいました。うん、まあ、コミュニケーションがですね、相当密にできたっていうのもありますし、まあ、これなんか録画されてるからね、言っていいのかあれなんですけど、結構その、NPO で働いてるときに、こそっと、バックヤードみたいなところで、今だったら大丈夫ですみたいな感じでですね、それぐらいこう、もみじ側を向いて、臨機応変に、
対応していただいたと。で、それもあってですね、2年目から取締役っていう形で関わってもらい、そこから3年後、には、社内にですね、まあ、弊社に IT 周りのナレッジがある程度溜まって、もう、まあ、補助輪なしでもほぼほぼ走れますねっていうところで、じゃあ僕もそろそろ役割としてはいいかなっていうのを、まあ、自分から本当に言ってくれてですね、うん、円満に、取締役を解任させていただいて、はい、ました。ただその後も川作家としてのパートナー関係は非常に良好に続いていると。まあ、事業結果を、要約しますと、まあ、SEO 対策業務は内製化に成功し、その後ですね、自社で SEO 対策に成功して、まあ、今でも GBA とかで調べていただきますと、まあ、常に上位に表示される状態を、保つことが可能になったというところまで、はい、なっています。ただ一方で、革製品の製作については、これはですね、内製化しない方がお互い有益であるっていう、これはもう本当コストの話もありますね。はい。たところで、契約は、その解任後ですね、委託契約を経て、取締役に就任、そして解任の後も、継続して委託製造してもらっている、非常にこう良好な関係でございます。はい。ちなみになんですけど、うちもみじにですね、もう一人取締役いるんですが、その彼も実はめちゃくちゃ副業なんですよ。もう一つの仕事は、実は投資計画コンサルというのを、やっておりまして、収入で言うと、まあ、あんまりお金の話したことないですけど、まあなんか2-1か3-1ぐらいで、メインは、収入のメインは多分、投資計画コンサルの方かなっていうところです。ただもう一切遠慮なく、一応、なんていうんですか、役割上営業周りの仕事とかもやってもらってるんですけど、営業周りだと僕が上司に当たるんで、僕の方で KPI の確認をしたりとか、はい、そこら辺のマネジメントに従って、動いてもらっています。はい。で、僕もですね、13年前にキッチンカー立ち上げたわけですが、その専門性は、やっぱり、キッチンカーの専門性って割と特殊なんで、うん。まあ、大体ですね、5月ぐらいから暖かくなるじゃないですか。5月から10月ぐらいの、週末にあるイベントの、などの、に出店する、キッチンカーでの出店なんかは、まあ、一応、もみじの役員ですから、もみじとして、出ますけど、そういったやっぱりこう、専門的な能力で言ったら、まあ、ある意味で、まあ、副業として関われているんだなっていうところも、まあ、自分自身もですね、今回の、このお話をさせていただくにあたって改めて、はい、気がついたところでした。はい。ちょっと時間が、残り少なくなってきたんですけど、そんな僕が、まあ、振り返ってみると、どんなコミュニケーションが必要だったかなっていうところを簡単にまとめてみました。やっぱりですね、本当共感してくれる、まあ、仲間として関わってもらうっていうのが、うん、すごく大事なことかなと。あとは、同時に、委託すると同時に、これ、この、部分は内製化したいんだけどどうかなっていうところをもうザックバランに相談最初にしちゃうってことですね。はい。そしてその業務としての構築はしていただく一方でうちの人材戦略はこう考えていて、まあ、それ上流の方からちゃんと伝えるってことですね。でここをまあ1年以内にこういう状態にしたいんだけどそこに担当してくれるこの人も一緒にこう OJT のような形で教えてもらえたらありがたいんだけどっていうところも具体で、合意を取るっていうところですね。はい。まあ、ずっと言ってます。遠慮なくコミュニケーションを取れるっていうところも、大前提かなと思います。そして副業人材は、なんか一見外部だというふうに皆さん思ってる方が、なんか多いなという印象なんですが、まあ、僕は常に内部リソースとして、捉えています。そこのために、まあ、お世話になれる状態を本当にこうキープできるかっていうのが、すごく大事な要素じゃないかなと思ってます。そして、これめちゃくちゃ重要ですね。まあ、今お伝えした、その教えてもらう、あるいはそこの担当としてつく責任者は、もう最短最速で、内製化を目指すモチベーションはもう必須です。と同時に、上司である、まあ、当時の僕ですね、はリスキリングによるスキルアップを図るが、もう常と決めていくというところが、はい。これも他社にこうずっと任せきりだと、あまりいいことにはならないよっていうのも、まあ、やった結果、非常に痛感しているところでございます。はい。まあ、ビジネスモデルが、まあ、さっき見ていただいたですね。まあ、こんな風に、本当にいろんな方々に支えていただきながら、はい、作り上げてきました。
で、社内の全体像はこんな感じです。取締役と代表取締役で、大体の方向性を決めます。で、僕が担当しているのが右の営業周りの部分ですね。はい、ここのマネージャーを取締役の業務と一緒にやっております。はい、もう最後です。すいません。で、まあ、やっていきながら、こういう考え方って重要だよねって、まあ、今日ご参加されている方々からしたら、社会に説法な部分も多いと思うんですが、はい、こんな風に、自社で今、整理をしっかりとしてですね、人材育成の方も、リーダー人材をどういう風に評価するか、マネージャー人材がめちゃくちゃ不足してるんじゃないか、じゃあそれってどういうところをクリアしたらなれるのかっていうところなんかを、まとめられるというところまで、おかげさまで来ております。はい。以上になります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。では、ここからですね、私の方で QA セッションに移りたいと思います。具体的な事例のお話もいただきありがとうございました。ここからですね、皆様からも質問も受け付けておりますので、ぜひ質問ある方、QA からご質問くださいませ。はい、では早速、ちょっと私からの質問になるんですが、本当に10人以上、副業者の採用、活用されてきた藤原さんだと思うんですが、なんかどういう仕事がこう副業に向いているのかというところで、何かこういうところから始めて始めやすいみたいなものがあれば、教えていただきたいんですが。始めやすいところで言ったら、そうですね、例えば、ウェブサイトの構築ですとか、その、はい、やっぱりその地域に、あるいはその会社にないリソース、はい、その専門性ってどこかなっていうところを、まあ、相談するっていうところから、うちの場合は全てスタートしているので、その相談をするときに、あ、この人、はい、なんて言うんだろう、相性良さそうだなというか、話してて相談しやすいなとか、はい、専門性っていうところも大事な一方で、その人とのコミュニケーションが取りやすいか、はい、そこが重要じゃないかなと思っています。じゃまずは、どこの職種がってことではなくて、社内では賄えないリソースを持っている方がやっぱり、初めはいいと。ただそこの中でその人がしっかりとこう相性を確かめるというところが大切ということですね。ですね。はい。ありがとうございます。じゃあなんかちょっと今の話逆なんですけど、どういう、うん、なんか逆にこう副業に向かない仕事とかってあるんでしょうか。今ご説明の中で、ちょっと挙げた例としての例えば革作家や、はい、クリエイティブ周りは副業にはあんまりこう向いていないんじゃないのかなっていうふうに思いますね。結局なんか大量生産であるいはこう決まった企画のものを作り続けるみたいな話であれば、はい、外にアウトソースしたりしやすい気がしますが、やっぱり手作業で作る一個一個の作品や、はい、そのデザイン、高い強度のデザインみたいなものは、やっぱ常にクリエイティブに触れている方の方が、やっぱ圧倒的にそのデザインや作品の強度が高いですから、うん、そういったものをこう社内に、で保管する、内製するっていうのは、まあ、よっぽどその会社がクリエイティブ会社じゃない限り難しいですし、逆にクリエイティブ会社だったら、別にその人材は副業じゃなくて、そもそも内製化した方がいいと思うので、はい、そういった考え方かなと思います。やっぱりその革職人とかっていうのは、やっぱりこう地方で、その地域にあるジビエを使ってるってこともあって、その地域のことをしっかり理解している人が、しっかりとこうクリエイティブを発揮していくということもあるんですかね。うん、そうですね。おっしゃる通りで、やっぱり都内でやられているその例えば革作家さんの、はい、製品の何だろう品質はやっぱりめちゃくちゃ高いですね。もうイタリアに3年間修行に行ってましたみたいな、やっぱ縫い目一つにしても、全然レベルが違います。これはいい悪いっていう話をしてるのではなくて、はい、例えば3万円で名刺入れが売れるんですね、その方が作ると。一方で、はい、例えばこう三陸にいらっしゃる作家さんに頼むと、その方はとにかく早い、
うん、そして、うん、まあそうですね、安い、うん、クラフト感があるっていうんですかね。ああ、なるほど。そういう、うん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 、なので、その方が作った名刺入れは、5,000円、6,000円ぐらいで、販売させていただいてるんですけど、まあ、全然やっぱり違うんですよ、うん、販売チャンネルがですね。そう、だからどっちがいいとかではなくて、そういったこう多様な販売チャンネルを持つためにも、いろんな副業の方と関わった方が、お互いにとってメリットがあるんじゃないかなと思ってます。なるほど、はい、ありがとうございます。またなんかその10名受け入れられてるって、多分おそらく東北内でも結構かなり多い事例だと思うんですが、一社で。で、なんかこう副業のをされる方の共通点とかってありますでしょうか。こういう人が多いとか。そうですね、基本的に、コミュ力が高いっていうのと、 あ、はい、あとはあれですね、やっぱり地方に関わりたいっていうモチベーション、うん、自分の専門性を生かしたいっていう方はそこまで、まあ、うちに関わっていただいている方は多くない気がしていて、社会性の部分、に共感した。だからさっき冒頭で見ていただいた外需を町の財産にしていきたいっていう、ここの部分に、共感していただけてる方がもう本当に、まあ、入り口はそういったところが多いかなという気がしますというか、はい、事実そうですね。しっかりとこう理念に共感いただいた方がやっぱり相性がいいというところなんですかね。そうですね、まあ、一方でやっぱりじゃあ藤原さんどういう戦略でやるんですかっていう、まあ、具体的なまあ、ロジックで考えるみたいな部分もないと、まあ、それこそそのビジョンに共感したけど、じゃあ自分の専門性をどういう風に生かしていけるのかなとか、あるいはどういうところを期待されているのかなっていう、このソーシャルの部分の共感とビジネス的な部分の利害一致っていうのはやっぱり両面必要だなっていう風に、はい、思います。なるほど。なんかこう論語とそろばんじゃないですけど、そこのバランス、そうです、そうです、両方満たしてる方が大切だと、うん、もう本当にその通りだと思います。今会場の今聞いてる方からご質問がありました。副業の方とお仕事をしていく場合は、はい、契約としては業務委託契約なんでしょうか、それとも雇用契約なんでしょうか。こちらどういった契約体系されてますでしょうか。うんうん、まあ、何パターンかありまして、業務委託契約の方もいれば、期間限定で短期的な契約社員として働いている方もいたり、あとはそれこそそこから、まあ、これもまあアウンではあったんですけど、取締役として関わっていただいた方まで、まあ、実際例として挙げた弊社の取締役の及川が、はい、未だに、はい、パラレルワーカーみたいな感じなので、うん、まあ、結構ケースバイケースかなと思います、うん、はい。これってなんか業務委託にされる場合と雇用される場合って、うん、なんか、うん、その分担とかあるんですか。あ、なんかそうですね、例えば雇用の方がなんかこう、うん、内側の気もするんですけど、なんか言ったりします。いや全くないですね。その雇用が内側で委託が外側っていうのは本当になくて、やっぱり、はい、ただ大事なのはやっぱりそのさっきも言いましたけど、そこの委託している業務担当者、うん、要するに弊社の社員ですよね、社員と、はい、その委託契約を結ぶ方、うん、この社員に対して事前に面談というかコミュニケーションを取ってもらって、はい、うん、あなたは1年以内にこの委託の方から仕事を引き継ぐんだよ、しっかりとノウハウを、はい、受け取るんだよ、そのためにもう遠慮なくかじりついてくれと、うん、なるほど、もう何でも聞きまくろうと、うん、そんな感じで、やっぱその担当の人の合意を取ってから、進めていくっていうのが、重要なことかな。つまり短期的副業だろうが契約社員さんであろうが、取締役であろうが、やっぱりやっぱりその人が上司になるんだっていうところを事前合意なく進めてしまうと、なんで私この契約社員さんや副業の人に、こんな風に言われないといけないのみたいなことになっちゃうので、結構こう大事だと、確かに、
この社内の合意形成ですとか、あとはその準備みたいな受け入れ側のところも非常になんか大切なのかなというのを、はい、話してきて感じでございました。はい。あとコストって、まあ、先ほど少し触れられたところもありましたけど、なんか大体どのぐらいを、めどに考えられていますか？なんかケースとして多いもので言うと。そうですね。なんか、うん、まあ、事例で言うと、例えば、他社さんの EC サイトを経由して、商品が売れるとき、場合、例えば、まあ、簡単に言うと、そうですね、まあ、楽天とかアマゾンみたいな、はい、うん、まあ、ああいったサイトに、まあ、お支払いする手数料って、まあ、売上の 30% は軽く超えてくるんですけど、うん、ってなると、まあ、自社 EC で販売した場合は、自社 EC の、まあ、サブスクリプションのようなその固定で払う、例えば月3000円ですみたいな、うん、はい、この他には何もしなければコストはかからないわけじゃないですか。で、自社 EC のマーケティングをこうかけていくときに、はい、じゃあその例えば100万円自社 EC で売っていこうとなったら、その外注として外部の人に、人件費としてでもいいですね、人件費として2割かけても、はい、まあ、Amazon の3割よりは安いわけじゃないですか。やっぱりそこをこう限界利益として、組み込んで、じゃあ利益、最終的に残る利益っていくらなのっていうところを、まあ、最初にある程度当て感をつけて、費用感を、見て、うん、大体の契約内容やその落とし込みに至るまでのその経費計算っていうのはしますね。なるほど。でも本当、後ほどこう内製化できるとしたら、それはもう、 こう投資として入れていくこともできるのかなというふうにも思いました。そうなんですよ。イニシャルで、そう、かけていけば、内製化されたら、要するにその補助輪が外れたときに、非常にこう、コストパフォーマンスが良くなるわけじゃないですか。はい、ただやっぱり、そういう専門性が高いことっていうのは、常に変わってくるので、また変わった時にそのもっと高い専門性を持った方、その、まあ、以前に委託していたその方が、さらにこうスキルアップをされていれば、うん、なるほど、もう一度同じことを、はい、すいませんまた教えてください師匠っていう感じで、うん、相談で、その関係性が大事だと思うんですよね。切れたら終わりじゃなくて、うん、なるほど、はい、そのためにもこう内製化を前提として最初に合意した上でこう契約を結んで、しっかりとこう、まあその方もそうですし、地域の中にも、じゃあ、組織の中にもそれをちょっと合意形成を取った上で入れていくということも大切なんです。はい、うんうん、そうですね。本当はもっと聞きたかったんですが、はい、次回になりましたので、こちらで Q&A セッション終了とさせていただきます。質問いただいた方も本当にありがとうございました。まあ、本当になんかこう人口1万人の町でもですね、まあ、副業を使ってこんなにもこう事業の選択肢が広がるんだなというところもすごく私自身も感じました。はい。後半ではですね、ワッショラボの浜野様より、まあ、さらにこう働きがいのある組織づくりの事例などもお聞きできればと思います。はい。では藤原さん、お忙しい中ご登壇ありがとうございました。ありがとうございました。